ちは、尾上雄一郎です。今日はですね、2020年、自分が一番使用した、キャンプ道具をですね、一式紹介したいと思います。まずテントからですね、こちらの設営してあるライダーズバイクインテント、こちらですね、非常に、たくさんの回数使用してます。あとはこの左奥からホールアースのアーストリッパー、こちらもですね、去年購入してから非常に、使う頻度がですね、多いテントですね。やはり全室が広いのがいいですよね。あとはこちらの、ハイバイ3の OEM、 こちらもですね、7900円で購入してからずっと使ってます。で、言わずと知れたステーシー ST2、ソロ最強テントですね。こちらもですね、お気に入りなんで使う頻度が多いテントですね。で、最後にビガス、このテントの中で一番全室が広いテントになりますね。まあ、共通する部分って言ったら、やっぱり全室がまず広い、あとは、まあ、完全自立型ですね。まあ、自分がテントを100張り今集めたんですけど、まあ、それを集める上で、こだわりというものがあってですね、それが完全自立型という形になります。続いてアウトドアチェアです。アウトドアチェアは、まあ、自分が使っているものは全てこのようにコンパクトになるタイプばかりです。で、これがレギュラーサイズで、ハイバックですね。で、一番使っているのがやっぱこちらですね。で、こちらのチェア、これは何かというとオットマンです。足を置いてですね、くつろげるというですね、まあ、その名も有頂天チェアというですねもう今ちょっと売り切れて買えないんですけど、もし再販されたらぜひ購入してみてください。この手のタイプが一番自分がこう座り心地がいいというかですね、いつも使ってるチェアになります。次はテーブルですね。テーブルは基本的にこのアストロプロダクツとロゴスの、まあ、ロールアップっていうかですね、コンパクトになるテーブルを基本的に使っています。で、真ん中のテーブルもですね、コンパクトになるので、遠征とかそういう時に持って行ったりとかしてますね。で、こちらのですね、キャンパスコレクションのタフライトテーブルは結構組み立てが簡単なんですよね。組み立てが簡単で、結構大きくなって熱いものでも置けるというですね、こういうタフさを持っているので、まあ、ビガスとか大きいテントですね、あと夫婦でキャンプするときなんかに使っています。で、こちらのですね、コールマンのテーブルは基本的にはサブテーブルとして使ってますね。こういうテーブルと併用して使ったりしています。あとはお座敷スタイルですごく合うんで、結構活用してる、テーブルですね。あと山でキャンプするときなんかはこの、フィールドホッパーを使ってますね。開くだけで出来上がるというですね、非常に便利なテーブルです。
次はラックですね。こちらですね、三段ラック、バンドックのですね、三段ラックなんですけど、すごくおしゃれで使いやすいですね。で非常にですね、コンパクトになります。薄くなるんですよね。でこちらのキャンパスコレクションのベンチなんですけど、これもですね、棚になります。こう物を置いたりですね、まあ、結構自分はですね、クーラーボックスとかクーラーバッグをですね、この上に置いたりしてますね。次はランタン関係ですね。一番使っているのはこちらのランタンです。非常にですね、容量が大きくて、まあ、バッテリー式なんですけどね、 USB で充電するタイプなんですけど、非常に容量が、まあ、1万ミリアンペアあります。1万ミリアンペア以上ですね。でこれがですね、こう切り替えられるんですよね。暖色、白色と電球色ですね。で微調整もできます、もちろん。そして、まあ、インプットアウトプットってあるんですけど、こちらのアウトプットから携帯がですね、充電できるというですね、優れものなんですよね。でこれも3つ買ってしまいましたね。こちらもですね、先ほどと似たようなタイプのランタンですね。こちらも結構明るいです。ただこちらはですね、切り替えができないんですよね。電球色とか暖色とか切り替えができないです。でこれじゃ微調整もですね、ちょっとできないタイプなんですけど、このタイプの何がいいかというと、これ何だと思いますか？リモコンですね。こんな感じで遠隔操作ができるというんですね。ああ、この点が気に入って買いました。まあ、例えば寝袋の中でリモコン使えば寝たまま消せる、寝たままつけられるというですね。クレイモアはあんまり使ってないです。開けてみると、めっちゃ明るいです。もう目がくらむほど明るい。でもあんまり使ってないですね。もったいないですけど、ちょっと今年は使いたいと思います。せっかくなんですね。自分が、花見果たさず持ってるやつで、ゴールゼノのランタンですね。これもこんな感じで USB で充電するタイプ。で、このように結構明るいです。でこちらも微調整が可能ですね。押しっぱなしで微調整ができます。で結構ですね、ハイパワーでつけると減るんですけど、このくらいのライトだとですね、普通に2日ぐらい持ちます。本当に使い勝手がいいライトですね。ポケットにも収まりますからね。フェニックスっていうライトです。これも自分もですね、結構いろんなタイプがあるんですよ、この手のタイプで検索して、あ、これがいいなと思って買ったやつですね。これは、はい、これ買いました、自分でちゃんと案件じゃないですよ、買いましたからね。でこれのどこが良かったのかというと、まずこちらにボタンがあるんですよ。こちらにボタンがあります。でなぜこちらにボタンがあるのがいいのかというと、これですね、結構こう回してですね、くるっと回してつけるタイプの、ライトがあるんですよ、 LED ライトが。でもそれだとですね、勝手にポケットに入れてるとですね、勝手についちゃったりするんですよね、意外と。でもこれ押しボタン式だと勝手につきません。よっぽどグッと押さないとですね、つかないんで。はい、しかもですね、これはですね、乾電池式なんですね。ここを開けると単三電池、もちろん充電池も使えます。これかなりですね、おすすめのライトですね。自分も気に入ってます。かなり気に入って、ポケットに忍ばせてますからね。フェニックス E の12です。はい。
まずこちらのもう皆さんよく知ってらっしゃる100均のマグです。蓋付きマグですね。これですね。あとは、まあ、これも100均で買ったコップです。取っ手が熱くならないので非常に便利ですね。でこのままお湯に、バーナーにかけることができます。お湯沸かせますからね。であとはもう皆さん言わずと知れたシェラカップですね。これ100均のタイプとか、あとはもう今オリジナルシェラカップも作れます。ユーカゾロシェラカップとか、あとはですねメモリーがついたタイプ、これ1号とかですね、200ml とか、まあ、細かくですね表示されてるんでご飯炊くときに非常に便利ですね。あとこういうスノーピークの器とかもよく使ってます。でこれをですねちょっとアウトドアショップで買ったこの掃除しやすいタイプの、はい、お皿ですね。これずっと欲しかったんですよ。これも非常に使います。ということでフォッシルズ、これですね、コンパクトにパッキングできるんで非常に便利です。こんな感じでボタンつけて組み立てるタイプなんですけど、もう3種類の器がもうあっという間に出来上がります。非常に便利ですね。で漏れてこないんですよ横から。で洗うのもすごく楽です。で畳むとですねこんなに薄くなります。非常に便利なお皿ですね。メスティンですね。これラージメスティンです。これが非常に万能でですねいろんな料理に使います。油物もできますからね、揚げたりとか。これはやっぱりキャンパーたるものですね。これを持っとくと非常にですね役に立ちます、うん。お次はクッカーです。クッカーというのは、まあ、バーナーにかけて、まあ、料理をするような、鍋ですね。鍋とかフライパンを紹介したいと思います。まず自分がですねいつも使っているこのトランギアのですね、焚き火用の、まあ、焚き火用というか焚き火用だけじゃないんですけどね、焚き火用でも使える、まあ、鍋ですね。大型のこんな感じでですね、取っ手がポコッと上に向いてるのは、まあ、トライポッドとかで吊り下げられるようになっています。なので焚き火を下からしながらですね上から吊り下げて料理ができるというですね、はい。ただ普通にバーナーの上に置いても普通に調理が可能ですね。コールマンのライスクッカー、こちらですね非常にご飯が美味しく炊けます。めちゃくちゃ美味しく炊けます。ですごくですね使いやすいです。もう下手したらですね家で炊くご飯より美味しいです。で沸騰するとですねここから普通だったらこうバーって漏れてくるじゃないですかお湯が。でもこちらですね漏れてこないようにうまいこと加工されてあるんですね。これすごいおすすめのライスクッカーで、あとはフライパンです。フライパンは自分はこのですね、厚底パン20というのをですね使ってます。まあ、こちらのですね蓋はダイソーで買ったやつ、100均のやつ。非常にですねこれもう長いこと使ってるんでもう層ができてるのかな、油の層ができてるのか、全然こびりつかないですね。焦げつかないです。で焦げついたとしてもすごくガンガン擦ってもですね全然剥がれない。コーティングがしてないフライパンなんでこう年々育てていくっていうですね鉄のフライパンになります。でもう一つこのフライパンですね、これがですね取り外し可能なフライパンです、まあ、ちょっと凹凸があるのが分かると思います。凹凸のおかげで焦げが軽減できるです、ね、焦がしにくくなるというですね特性があります。そして2枚重ねられるので例えば
お好み焼きとかあるじゃないですか。そういうのをひっくり返すときはもうポッとやるだけで、はい、簡単にお好み焼きも作れるということですね。蒸し料理も作れます。コールマンのパックアウェイというタイプなんですね。クッカーなんですけど、これがですね、ちょっとフライパンの方がユニフレームなんですよね、これ。ユニフレームのフライパン、なぜかというとですね、あの穴熊に去年ですね、盗まれてしまってですね、おでんを入れてたんですよ、このコールマンのフライパンの中に。ビニールにこう包んで、そしたらビニールごと持っていかれたというですね、アクシデントは。これ山フライパンです、ユニフレーム。これも使いやすいですよ、非常にですね。で、蓋もですね、ちょうど合うんです。ケトル、ちょっとケトル別売りなんですけど、ケトルもスタッキングできるといいですね。で、こちらも結構な容量入ります。一人だったら十分ですね。で、ケトルはこちらのコールマンのケトル と、まあ、こちらもコールマンなんですけど、これちょっと容量が大きいので、まあ、ちょっと大きめの、まあ、カップラーメンとか作るときすごく役に立ちますね。これもやっぱ味が出てきてます。使えば使うほど色が変わってくるタイプなんで、まあ、ステンレスなんですけどね、すごい、愛着がある、ケトルですね。バーナー関係です。バーナーは基本的にガスバーナーですね、自分が使ってるやつは。で、こちらの岩谷の、ジュニアバーナー、こちらとですね、外の ST310 レギュレーターストーブ、こちらをメインで使ってます。で、めったに使わないのがこのグリーンバーナーですね、まあ、いわゆる分離式っていうタイプなんですけど、こちらはですねあんまり使ってないですね。ちょっとですね使いにくいっていうかですね、ちょっと使いにくいです、まあ、ちょっとフュージョンが欲しいなと思ってるんですけどね、外にまだちょっと購入できてないです。冬場ですね、いつも使ってるのがこのムカストーブっていうですね、ガソリンストーブですね。こちらは非常に使いやすい、すすも出ないしですね、メンテナンスがほとんど必要ないっていうですね、非常に使いやすいです。で、こちらを差し込んでですね、ポンピングします。こんな感じでですね、圧をかけて、火をつけるというですね。で、ガソリンバーナーは寒い時期にですね非常に重宝します。ガスバーナーの場合は冬場ですね、ドロップダウンという現象が起きるんですよ。火が弱くなるんですね。でもガソリンだともうそのドロップダウンがないので、もう3シーズン、春夏秋はガスで、冬場もう雪が降り始めた頃にガソリンに切り替えるという感じで自分はキャンプしてますね。ラジオとかですね、ガストーチとか紹介したいと思います。まずラジオはソニーばっかりですね。こちらとこちらですね。これ小さい方はですね単4電池で、大きい方は単3なんですけど、まあ、断然こっちの方が長持ちします。こっちはですねすぐ電池がなくなります。おすすめはこちらですね。で、あとはクレセルの、温度計、湿度計、クレセルの温度計ですね。これテントの中と外ですね、別々の気温が表示されるんで非常に冬場なんかおすすめですね。セイコーのこれ時間と温度と湿度まで測れます。そして電波時計なんでですね、電池も非常に長持ちするんでこちらもおすすめですね。ただ夜がですね、これボタンスヌーズライト押さないと
明るくならないんで、その点はですねちょっと不便ではあるんですけど、ガストーチやこのコールマン、これ結構寒い時期でも結構月がいいです。コールマンのガストーチと、まあ、皆さん持っていらっしゃると思うんですけど、外のガストーチ、こっちはですねちょっと寒さに弱いんでですね、こう寒いと結構ですね火が弱くなります。やっぱ伸び縮みするのが非常にですね嬉しいガストーチです。スタンレーのこのボトル、これですね夏場なんか氷入れたら2日ぐらい余裕で持ちます。で冬場なんかも、まあ、お湯を入れて持っていけばですね沸かさずに済むというですね非常に便利なボトルです。はい、確かこれ 0.9 リッターだったような気がするんだけど、はい、1リットルはないですね。グローラーやったかな。はい、ナイフ関係、ナイフは結構いろいろ使ってきたんですけど、最終的にこの、サビナイフですね、サビナイフを結構使ってます。サビナイフと、まあ、この調理用の、ユニフレームのですねギザギザがついたナイフですね。このギザギザがあることによって、まあ、パンとか肉とかも非常に切れやすくなります。であとこちらですね、まあ何徳になるのかな、10徳ぐらい、ちょっと分かんないですけど、非常にですねペンチにもなるし、ドライバーもついてるんですよね。ドライバーもある、缶切りもある、いろんな機能がついたものですね。ノコギリもついてるし、非常に便利な、これもですね、よく使ってます。焚き火台とバーベキューコンロです。こちらの、ピコグリルの、コピーですね。まあこのような感じで見立てて、こうかな、非常にですね組み立てが簡単なんですよね。組み立てが簡単な割には非常によく燃える焚き火台です。でさらにですね五徳がですねついてます。では、まあ、こういう感じで焚き火の上でお肉を焼いたりできるというですね、非常に優れものです。焚き火台、ショーズの B6 くんですね、こちらも愛用してます。こんな感じで、ここに肉を置いてですね焼きます。でここに、まあ、炭とか置いてですね、まあ、焚き火台としても使います。ここに薪を置いて、まあ、こういうですね、ものを置いても全然大丈夫です。こんな感じで代わりにですね、これならですね、下に炭を置いてもう上から肉汁が落ちることがないのでですね、非常に使いやすいと思います。これはちょっとオリジナルで作っていただいた、鉄板なんですけどね、名前入りの鉄板です。これはちょっと非売品なんですけど、非常にこちら B6 くん、おすすめなんで、はい、ポールとキャノピー用ポールとはですね、こちらの
ワークマンのカッパですね。非常にですね、これはお気に入りですすごい弾きますね、やっぱですね。これジュラルミンなんですけどね、ジュラルミンポール、これもですね、非常にお気に入りなんですよ。丈夫です。こっちをですね、こう入れるタイプなんですけど、かなりですね伸びます。本数がかなり入ってます。なので小さなですねテントにも使えるし、大型テントにも使えます。で非常に安いですね、これですね。これ愛用してます。であとですね、ゴミを入れるですね、これビニール袋をこうぶら下げて、これソロキャンプ用に使います。ダイソーで買ったやつで、こちらはですね、ロゴスで買ったやつなんですけど、こう中にこう針金が入ってるんですね。針金をこう起こして、ボタンをポチッとですねつければ自立します。こう折りたたみ可能な自立型のゴミ入れですね。しかもこんな感じで、カンカンとリサイクル、ペットボトルと燃えるゴミと3種類こうビニールを取り付けることができますね。でファスナーで閉じられるんで、非常にですねこれはおすすめですね。その他紹介してなかったもの、まずはですねペグ関係ですね。このような感じのスノーピークの入れ物に入れてます。基本的にですね、スノーピークのソリッドステークが多いですね。あとは、テントの中に入ってたこの工事用で使うようなぶっといですね、スチールペグとか。まあ長さもですね、結構使い分けてます。スノーピークでもこの3種類ですね、使い分けてます。まあ主にですね、タープとか、風の影響を受けやすい場合はこう長いペグですね。で風が強い日なんかはやっぱ長いペグでテントを抑える。で大して風が吹いてない時はこういうですねタイプの、ペグですね。まあ地盤が弱い時なんかもこういうのを使います。長めのやつをですね、奥の方まで入っていくん でハンマーがこの、もう今多分売ってないかもしれないですけど、アストロプロダクツのハンマーですね。もうすぐ売り切れてなくなっちゃったんですけど、すごい使いやすいです。このマルチロースターですね、これパン焼くときなんか使います。パンとか餅とかですね、下がメッシュになってるんで、この下にですねこんな感じで平たく置けば餅が焼ける、まあ、パンも焼けますけどね、まあ、こういう形で焼けばパンをですね横に並べて焼けるというですね、非常にとってもついてるんで、非常に優れものの、折りたたみもできるですね優れものの、マルチロースターになりますね。でこちらポータブル電源、これですね、これ非常にですね、使えるポータブル電源です。今ですね、防水タイプが出てます。劣化しにくいで、放電しないですね、非常に使いやすい、ポータブル電源ですね。自分がいつも使ってるポータブルテレビ、これですね、まあ、そんなに電波は良くないんですけどね、TMY の、まあ、ワンセグのテレビとFM、AM ですね。で、FM とテレビは自動選曲してくれます。こっちって押せばですね、非常に役に立ちます。今はちょっと売ってるかどうか分かんないですけどね。
次は寝袋ですね。寝袋は基本的に、まあ、オールシーズン使ってるやつはこちらの、モンベルのシャープさんですね。これは万能なんで、これをメインで使ってます。で、冬場なんかは特にですね、山で使う寝袋はですね、こちらのナンガのですね、寝袋です。これですね。あとはソロのエスケープビビーですね。で、ピロー、枕はケシュアの枕を結構、頻度が高いですね。で、寝袋、こちらの冬場なんかはこちらをメインで使ってます。今売り切れてちょっと買えないんですけど、マイナス34度ですね、リミットが。はい、の、ベアーズロックの寝袋ですね。このベアーズロックの寝袋、非常にあったかいです。で、寝袋ではないんですけど、こちらの、ダウンパンツですね、ズボン。非常にあったかいです、冬場なんか。とテントシューズ、これ河川なんですけど、河川でも十分暖かいですね。この間のあの雪中キャンプでも大活躍してくれました。非常におすすめです。マット関係ですね。マット関係は、まあ、2020年はほとんどエアマットは使わなかったですね。もう使ったのはこのサーマレストの Z ライトですね。こればっかりです。もうこれで十分でしたね。ほとんどもエアマット使ってないです。まあ、エアマットは自分が使ってるのはですね、ビッグアグネスのエアマットなんですけど、空気が全然抜けないしですね、非常にお気に入りのエアマットです。あとはですね、このヘリノックスのライトコットですね。こちらを、コットは愛用してます。非常にこれですね、お気に入りのローコットですね。で、もう一つローコットがあるんですけど、こちらはあんまり使ってないんですね。ハイコットの方はですね、こちらのケシュアの、まあ、デカトロンのですね、ハイコットを使ってます。で、これ結構かさばって重たいんで、車での移動しかも持っていけないですけどね。まあ、基本的にですね、まあ、大型テントの時、車移動の時メインで使ってるハイコットです。いかがだったでしょうか。私が使った2020年のキャンプ道具、よかったら参考にしてみてください。2021年も、まあ、年末あたりにご紹介できたらなと思います。テントのご質問なんかお待ちしてますので、気軽にご相談ください。このテントアドバイザーが親身になってご相談に乗ります。チャンネル登録もよかったらお願いします。今後の励みになります。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。